はい、どうもこんにちは、ベルプリです。今日はですね、普通のサラリーマン、中小企業のサラリーマンが、アルベルを買うとどういうことになるのかっていうのをね、動画でお伝えしてみようかなと思います。生活がね、苦しくなるのか、それともね、変わらないのか、はたまたね、豊かになるのか、その辺ね、私の実体験プラス、あと40をね、購入したらこの先どうなるのかっていうね、予想も含めて、2つね、動画でお伝えさせていただきます。今から4年ほど前に、80のボクシーから30のね、ベルファイア 2.5 の Z に乗り換えたんですけれども、その後ね、維持費とかにお金がね、かかったかというと、あまりね、変化なしでしたね。まあ、ちょうどね、その後例のウイルス騒ぎであまり外出られなくなった、県外に出られなくなったっていうこともあって、走行距離が伸びなかったのも、まあ、一つのね、原因かなと思うんですけれども、まあ、確かにね、5月に来る自動車税とか、あとは、まあ、消耗品、まあ、タイヤですかね。まあ、その辺は、80のボクシーよりも高いんかもしれないんですけど、そんなね、金額的にこれやべえなっていうほどではなかったんですよね。まあ、そんなわけで、走行距離がうちの場合少なかったっていうのは一つの原因なんですけど、ほとんどね、変化なしです。ただね、買うときが大変だったっていうぐらいですかね。どうしてもね、持ち出しが170万ほど必要だったので、まあ、一気に、ね、貯金が減ったっていうところですかね。下取りが230万、そして持ち出し170万、合計400万したんですけれどもね。まあ、今考えるとね、リーズナブルな金額かなと思いますね、40に比べると。なんだかんだで乗り出し600って言われてますからね、ほんとね、まあ、1.5 倍になっちゃいましたね。まあ、ちょっと値上がりとしてはえぐい感じがするんですけれども、まあ、噂ではね、来年あたりベースが出るんじゃないかっていうふうに言われてるんですが、まあ、それでもね、昔の、金額は本当、なんとかね、頑張れば買えたなっていう、まあ、そんな金額でしたね。で、維持費もそれほどかからないという感じです。まあ、ただね、ちょっと気をつけなきゃならないのは保険ですね。車両保険。まあ、前回の動画で、車両保険どうのこうの言ったんですけど、私の場合は、保険等級が、まあ、最高等級になってます。で、年齢も年齢なんですよね。もう本当ね、40、50、その辺のあたりをね、うろうろしてるような年代なんですけれども。で、なおかつゴールド免許っていうことで、かなりね、優遇されてるんですよね。なので、年間の保険金額にしても、本当片手ぐらいだと思うんですけど、ちょっと私も今正確に把握してないんですけどもね。ところが、これをね、20代の人、例えば免許取ったら極端ですけどね、20代で免許取り立てで6等級で車両保険入れてってなるとものすごい金額になりました。ちょっとびっくりしたんですけどね。シミュレーションやることができるんで、保険会社の方でやってみたんですけど、まあ、ざっくりなんですがね、30から40ぐらいの間ですね。内容を変えることによっていろいろ変化はあるんですけれども、おおよそそのぐらいと思って間違いはないと思います。保険代だけで30から40です。車両入れてしまうので、まあ、一般車両なんですけどね、限定 A ではなく一般車両で、で、本当免許取り立ての人がね、乗ろうと思うと、そんな金額を払わなきゃなんない。まあ、ちなみに私が初めて買った車、車両保険はつけてなかったんですけど、中古車でね。まあ、それでもやっぱり年額12万ぐらいですね。ジャスト月1万ぐらいの月払いで入ってたんですけれども、まあ、それでも12万。まあ、だからまあ、妥当な線ってやつ妥当な線だと思いますね。車も車ですしね、免許取り立てっていうことはやっぱ事故率高いので、まあ、そんなわけでね、私みたいなおっさんが車両保険入るにはまあちょうどいいぐらいかなと思うんですけど、若い人たちにはちょっとね、あまりお勧めできないような金額ですよね。車のローンが払えてしまうような、ローンといってもね、全額じゃないですけども、まあ、年額ね、40万ってなると本当かなりね、負担になると思うので、本当お勧めできる、状況ではないですね。今年の3月、4月にベルファイアからアルファードに乗り換えたんですけれども、持ち出しがね、少々かかったっていうぐらいで、月々のね、その維持費に関しては全く変化なしです。まあ、それよりか、私の場合は、ご存知の通り、YouTube やっていたり、あとグッズの販売でね、車の本当お世話になりっぱなしという感じなので、まあ、月々のね、負担はそれほどかからないにもかかわらず、まあ、メリットの方が逆に大きいですかね、そういったところで。あとはね、所有満足度が非常に高いです。まあ、持ってるだけで満足。まあ、そんな車ですね。まあ、あとは、そう。一度ね、この車の良さをね、味わってしまうと、まあ、他側になんかね、選べる車がなかなかないかなというところで、一度ね、ほんとこの車を味わってしまうと、なかなか乗り換えが難しいっていうのが、まあ、最大のデメリットというかね、じゃないかなと思います。
本当ね、YouTube 今登録者数はね、車あってのことだと思うので、私単独でね、おっさんが普通に喋っててもね、今の登録者数には絶対ならなかったと思うので、本当車様様ですね、維持費はそれほど かからず、むしろねメリットの方が大きいという感じでしょうかね。30のアルファードベルファイア、うちにとってはね、そんな感じです。そして40のアルファードベルファイアなんですけど、うちの場合はね、できればそうベルファイアハイブリッドの方ですね、肉でも四駆でもいいので、まあ、肉だとして、まあ、690万ですかが欲しいなぁとはね思ってるんですけれどもね、なかなかちょっとね、今回ばかりは持ち出し金額が大きすぎて、まあ、先ほどもねお伝えした通りなんですけれども、80のねボクシーからその 2.5 のねベルファイア Z に乗り換えた時はね170万の持ち出しだったんですが、まあ、40のね、ベルファイアとなりますと多分700万超えはもう確実ですよね。まあ、安くしても720、30じゃないかなと思うんですけれども、まあ、そうするとこの今乗ってるアルファードがいくらで売れるかね、その時になってみないと分かんないんですけども、まあ、仮にね現時点だとまあ400、20、30でいけるんじゃないかなと思うんですが、そうするとね持ち出し300万必要になります。今までね車買う時に現金で300万用意した経験がないんですよね、うちの場合は。まあ、そんなわけでちょっとね現実的じゃないかなっていうところですね、ちょっと残念ながら。まあ今すぐね銀行ローン組んでそうやってしまった方がいいのかなっていう気もするんですけれどもね、ただ一つネックなのは、まあ、車が注文できないということと納車までのね見通しがちょっと全然立たないっていうところなんですよね。まあ、ちょっと計画が立てられない、まあ、仮の話なんですけれども、そう3ヶ月で来るってなればまたちょっとね話は違ったんですが、まあ、今年のね6月に発売された時、まあ、金額の高さにも圧倒されたんですけれども、まあ、納車の方が最大でね来年の8月になる可能性があるというところで、それに対してちょっとね予定は組めんなっていうところもあったわけですよね。まあ、銀行ローン組んだ時なんですけど、まあ、仮に300万借りて、そう36回払い、そうするとね8万5000ぐらいのね支払いになると思うんですが、金利 2% で、まあ、そうすると、まあ、金利負担額ってね10万ぐらいなんですよね。まあ、そうすると今乗ってるね車の値落ちなんかをね考えたら、まあ、今売ってしまった方が得策なんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、なかなかねちょっと難しいかなっていう感じですね。まあ、もし本当乗り換えるとするんであれば、そう本当ねなんとか頑張って300万貯めるか、そう貯めてもなおねそれを現金で一括払いにしないでローンとしてね、組むかのどっちかになると思います。ただただね本当今回金額が予想外にね上がりすぎてたので、まあ、ちょっとね一般のサラリーマンではなかなか厳しいかなと思いますね。まあ、大手上場企業のね人たちであれば全然年収は違うんで全然いけるぜってなるかもしれないですけど、まあ、私みたいなね地方の中小企業のサラリーマンではねなかなかちょっと700万っていうね車両本体価格は、厳しいかなっていうよりかはなんかあまり現実的じゃないかなってねよくよく考えてみると、まあ、そんな感じですね。ただね一応なんとかなるようにね頑張って貯めようとはね思ってるんですけれどもね、まあ、どうなるかはちょっとわかんないです。今までね何度もねミニバン転がしてきたんですけど、ついにここでね転がらなくなったかなっていう気がしなくもないですね。ただ40のベルファイアハイブリッドに乗り換えた場合なんですけど、まあ、若干ですけどね月々の負担額は 2.5 のガソリンの時よりもね減るんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとわからないのがね保険がどれぐらいの金額になるかなってとこなんですけどもね、まあ、若干上がって結局プラマイゼロかもしれませんね。まあ、そうするとやはりその最初の持ち出しの負担がねドンとのしかかってくるような、まあ、そんな感じになると思います。というわけで今回は普通のサラリーマン、中小企業のサラリーマンがアルベルを買うとどうなるのかっていうのをね動画の方でお伝えさせていただきました。今後もこのような形で動画の方をどんどん作っていこうと思いますので、気になる方いらっしゃいましたらチャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いいたします。あとリクエストご質問等ございましたらお気軽にコメント欄の方にお書きください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ベルプリでした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。